メイチュンビログ、スノーマやっていい？はい。チューチュー、どこかな、どこかな、ここですよ。ここだ。チューチューいた、チューチューいた。はい、こんにちは、メイチュンです。はい、今日は皆さんに素敵なサービスをご紹介したいと思います。絵本のサブスクドットコムさんというところなんですけども、どういったサービスかと言いますと、子どもの成長に合わせて1歳から就学前のお子様まで成長に沿った絵本が毎月厳選されて4冊毎月20日から30日の間に届くサービスとなっております。絵本のサブスクさんの便利なところが、子どもの連れて図書館に行くのが大変な親御さんだったりとか、図書館が遠くにあってなかなか行けない方だったりとか、新しい本を買うとね、やっぱ1冊500円から1500円とか高かったらもうちょっとするのかもしれないんですけど、まあ、いちいち新しい本をね買わなくていいやって思ってるお母さんたちにすごい合うサービスだと思ってます。で、月額2480円払って、で毎月年齢に合わせて成長に合わせて本が届くなら、そちらの方がすごくいいと思います。そして安く、ね、手間が省けて本が手に入れられるっていうサービスになっております。忙しいママたちにはすごく便利なサービスになっていると思います。今月この4冊が私のお家に届いたので、今から泰造に1冊読み聞かせしたいと思います。どれ、はい、さいちゃん、どれがいいですか？ね、こっち、これ顔ちょっと当たる。OK、 じゃあこれ読んでみようか。どこかな、どこかな、サイちゃんでね。ママ寄っていい？くよ、チューチュー、どこかな、どこかな、でだ、ここですよ。ここだ。チューチューいた、チューチューいた、あれいる。チューチュー、どこかな、どこかな、いた、お花咲いたよ、ここですよ。まちゅうちゅうにいた、ここでトイレ、チューチューって。チューチュー、お花のとこにいたね。よ、チューチュー、どこかな、どこかな、いた、雨、ここですよ。あ、いた、雨、じゃあじゃん、雨、じゃあじゃん、チュー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 、どこかな、どこかな、ここです。あ、待って、ほら、ひよこ、ぴよぴよ、ここですよ。で、どこかな、チューチュー、どこかな、どこかな、バス、ブーブー、ここですよ。マクマいた。マクマをブンする。ブンするね。よ。じゃあ読んで。チューチュー。どこかな、どこかな。帽子を取れば。はい。ここですよ。こっちか。まあ、こっちチューチュあ、そうです。まあ、チューチュー。どこかな。よ。チューチュー。チューチュー。どこかな、どこかな。踏切の後ろで、チュー、ここですよ。あ、ここ、君いた。いた。まあ、これ、踏切にいたよ。踏切のとこにいたね。隠れした。次のページ。チューチュー、どこかな、どこかな。ここですよ。いつも一緒の。仲良し。あ、まあ、パンはいる。仲良しだから、パンのとこに隠れてる。パン食べてる。まあ、パン入ってよ。ごくごく熱いチル。熱い。ごくごくチル。ごくごくチルね。おしまい。おしまい。てなことで、お子さんを持つ親御さんたちにこのサービスをすごい紹介したかったので、一度この絵本のサブスクさん、サブスクドットコムさんを覗いてみてください。詳細は概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ。ご覧ください。今回の動画は良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバーイ。メイチュンビログ。